テーマがざっくりとお酒、ワインの空き瓶なんですけど、グビッと飲んで、美味しい。こんにちは、高大です。今日はですね、以前関ジャムに出演させていただいたんですけど、そのテーマがざっくりとお酒っていうことで、お酒にまつわる楽曲の紹介であったり、お酒を彷彿とさせる音遣い、アプローチみたいなのを、いろいろ紹介させていただいたんですけど、今日はその、実際にそのアプローチを使って、まあ、簡単に楽曲を作ろうかなと思ってます。お酒がテーマなんで、お酒飲みたいっすよね。あります。ビールです。ちょっと、継ぎます。まあ、ゆるい感じで、皆さんもお酒片手に、なんかゆっくり、ゆるーく見てくれたらなと思います。それでは、乾杯。ああ、美味しい。まずは、ビートから入れていこうかな。ビート。ドラムっすね。お酒を表現したいので、ビートでもやはり。BPM、テンポは遅め。じゃあ、95。ゴッ、ゴッ、ゴッ、ドン、タン。これぐらいちょっと空白開けて、給付たっぷり使った方が、位置取り足を表現するじゃないですけど、なんかそういうのもできたらな。ビートで、っていうふうに思います。はい。これイントロで。サビのビートも入れよう。で、このリズム作りをやっぱしっかりやっておくと、あとあといろんな楽器入れた時にすごい楽になってくるかなっていうふうに思います。じゃあ次ピアノ、ピアノやります。で、番組内で紹介してたマルサ進行の、まあ派生にはなるんですけど、ちょっと使おうかな。あ、いいじゃん。で、せっかくなんで、これちょっとね、ピアノの音明るすぎると思いません？さすがに。で、せっかくなんで、ちょっとピアノの音変えて、うん。番組内でも解説したんですけど、モジュレーション。音を揺らすとか。で、例えば、トレモロかけて。わかります？これ。ちゃんと伝わるかな？これ、音が大きくなったり小さくなったりっていうのは、断続的にこう繰り返して、わわわわわわっていうふうに、音が揺れてるように、聞こえさせてくれる。まあ、トレモロっていう効果なんですけど、こういうの使っとこうよ。で、音もやっぱ、ちょっとこもり気味にした方が酔っ払ってる感じ出るかな。これぐらい？うん、いいじゃん。サビか。まあ、これコード進行使い増ししたいよね。なんかふわふわしてるシンセ。ちょっと探します。うん。お、はい、これすごくいいです、この音。すごいランダムにふわふわしてる。あ、いいっすね。なんかこう自分にない発想でランダムに動いてくれるソフトシンセの音とか、結構すっげー助かるんですよね、こういうのあると。これそのままピアノで打ち込んだ、このミディの情報を読み込んだら、このシンセにどうなるかか。お、すごい。これいいっすね。これちょっとビート倒して聞いてみよう。
あ、いいっすね。このもたり具合。これがまたね、千鳥足なんですよ。こもってる。しかも。いいね。いいっすね。じゃあちょっとコーラって、ベース入れよう。ベース入れちゃおう。フィルっぽい感じで、こう歪んだベースのシンセを間に入れるとか。これ、かっこいい。いいっすね。はい、次。ギター入れていきたいんですけど、ごめんなさい、ちょっと今ね、エフェクター、この前ライブだって、エフェクターまだ預けっぱなしなんで、ちょっとサンプリング素材使って切り貼りしていこうかなーっていうふうに思います。番組内でも、解説したんですけど、ワウの音を使ったギター、こもってるところから明るくなってっていう、モジュレーション系の、エフェクトなんですけど、うん、これ使いましょう。これちょっとキー合わせて、この楽曲に、ペタッと貼っつけて、はい、できました。なんか、お酒っぽい。かつ、ちょっとひょうきんでいいっすね。うん、いいっすね。じゃあ、ちょっと間に、シンセで、チャチャ入れようかな。チャチャ。チャチャ入れますせー。はい。オッケー、どうしようか。タララ、タララ。いいっすね。大体できたんじゃない？ね。はい。じゃあ次。せっかくなんで、サンプリングしたいんですよ。これね、ワインの空き瓶なんですけど、これちょっと大人の事情でラベル剥がします。超汚い。これね、叩くと、なんかちょっと鉄筋とか木筋系で使えそうじゃないですか？これ。これまず取ろう。とりあえず。ほら。これめちゃくちゃいいっすね、これ。もう楽器やもんね。これ。もはや。ほら、めっちゃいい。これ3つ目のやつ使おう。いい波形してるわ、これ。波形フェチなんですよ。よいしょ。ほんで、じゃあこれサンプラーに入れよう。サンプラーにドーン。そして、ほら。すごくないですか、これ。これ D フラットかな。D フラット。え？D フラットですね。じゃあこれでちょっと間チャチャ入れようかな。いいっすね。OK。これでちょっと一旦 OK は完成でいいんじゃないかな。あ、いいっすね。いいじゃん。せっかくなんで歌も入れたいんですけど、歌は、まあ僕も歌うんですけど、普段僕がやってる、シロという二人組のユニットの、ボーカル、ゆきちなつさんにちょっとお手伝いしていただこうかなと思ってます。愛称ちなさんです。で、ボーカルのリズムも、千鳥足っぽい、ひょうきんっぽい感じのリズムにしようかなと思って考えて、いい感じの思い浮かんだんで、サクッと取って、これを、ちなさんに投げて、ボーカル清唱してもらおうかなと思います。こう、あんまりハックに合わせずに、こういい意味で、もたってるっていうか、裏ハックのアクセントをつけたりして、こう、千鳥足みたいなのを表現できたらなと思いつつ、ちょっと今聞きながら、一個アイデア浮かんだね。この、グビッと飲んで、あー、美味しいの、あー。
このため息入れとこうかなと思います早速ですね、ボーカルデータが届きまして、ミックスしました。はい。すごくいい感じになったんで、聞いてみましょう。どうぞ。ハイボールで、冬はちょっと焼酎熱燗お湯割りで